持田香織&伊藤一郎。若い頃、昔の衝撃エピソードがやばすぎる。持田香織さんと伊藤一郎さんはエブリィ・リトル・シング ELT のメンバーで、1996年に「Feel My Heart」でデビューしました。その後、次々とヒット曲を連発し、時代を代表するバンドとして人気を博しました。歌姫である持田さんと、朴訥とした雰囲気が魅力の伊藤さん、25年以上も共に活動する2人の仲も気になりますね。ここでは2人の若い頃の衝撃エピソードを見ていきます。それぞれの若い頃の衝撃エピソード。持田さんは7歳から子役として活動を始め、多くの CM に出演し、雑誌のモデルとしても活躍していました。15歳でアイドルグループの一員としてデビューしますが、人気が振るわず、グループは自然消滅してしまいます。その後、ソロデビューをするも泣かず飛ばず、芸能活動を一旦休止しています。このアイドル時代はファンからは黒歴史と言われていますが、本人は全く隠すことなく語っていますね。この下積み時代があって現在があると考えている持田さんはとても素敵ですね。 ELT のギタリストであり、作曲と編曲を担当している伊藤さんは、高校時代からバンド活動を開始しました。当時所属していたジ・エースというバンドは X Japan のギタリストだったヒデさんのサイバータイガーの弟分のような存在で、交流があったようです。高校卒業後は横須賀市のスタジオに勤務しながら、いくつものバンドを渡り歩き活動を続けた伊藤さん。1996年に ELT としてメジャーデビューし、ヒット曲を次々と世に送り出しました。一方、のほほんとしたマイペースなキャラとユニークな発言で、バラエティ番組でも活躍しています。2人での衝撃エピソード。 ELT は当初3人組でしたが、キーボード担当で楽曲のほとんどを作詞作曲していた五十嵐充さんが制作活動に専念するため脱退しています。大黒柱を失った ELT は解散の危機に立たされたものの、それを乗り越えて25年以上にわたり活動を継続しています。伊藤さんは、 ELT はギターが僕じゃなくてもきっと売れていたが、僕じゃなければここまで長続きしなかったと語っています。その秘訣として、常に3歩下がる姿勢と言い、持田さんも一郎さんだからそれがこれまでやってこられた、徹底していて素晴らしいと思いを語りました。2人は空き時間やプライベートで話をするようなことはあまりなく、程よい距離感を保っているそうです。バラエティ番組で恋愛感情は生まれないのかと質問された伊藤さんは困惑して言葉を濁したため、共演者に激しく突っ込まれますが、ないと言い切ってしまったら冷たいんじゃないかなと持田さんへの気遣いだったことを明かしました。番組の心理カウンセラーに、恋愛感情はないが最も相性のいいペアで夫婦のような関係性と分析されています。2人の年の差は9歳ですが、伊藤さんは音楽に年の差は関係ないと言い、持田さんは音楽に関していろいろなことを教えてもらったと、お互いを尊重している関係性が見えてきます。持田さんにとって伊藤さんは共に喫茶店を切り盛りするパートナーのようなもので、友達でも同僚でもない特別な存在だそうです。2人の性格は180度違うそうです。持田さんは常に変化を求め、いろいろなことに挑戦したいタイプ。伊藤さんは安定を守るタイプであり、音楽に関しては確固たる信念を持っているそうですが、だからこそ持田さんは自由に歌うことができるのだと言います。音楽の好みも全く違っていて、 J-POP が大好きな持田さんに対し、伊藤さんはヘビメタや洋楽が好きなんだとか。しかし ELT では持田さんの柔らかい雰囲気を生かす楽曲を制作リリースしています。持田さんは一郎さんにとって ELT は自分がやりたい音楽ではなかったのかもしれないけど、役目をしっかりとこなしてくれたと感謝しているようです。合わないという距離感はそのままに、お互いの好みを理解した上で活動してきたことが ELT の長続きの秘訣だと語っていました。2人の昔の写真。15歳、アイドルグループに所属していた頃の写真です。弾けるような笑顔が魅力的ですね。18歳の頃の持田さんです。目鼻立ちのしっかりした顔立ちで、とても可愛いですね。伊藤さんが若い頃所属していたバンド、ジ・エースです。一番右の白い服の男性が伊藤さんです。イメージが全然違いますね。ELT デビューの頃の写真です。当初は3人組ユニットでした。こちらもデビュー間もない頃の写真です。持田さんの可愛らしさと伊藤さんの控えめなところは今と変わりませんね。まとめ。持田香織さんと伊藤一郎さんはエブリィリトルシング ELT のメンバーで1996年にデビュー以来多くのヒット曲を世に送り出してきました。性格も好みの音楽もまるで違う2人ですが、お互いを尊重し、程よい距離感を保つことで良い関係が続いているようです。年齢を重ね、ゆったりとしたペースになっても自分たちの音楽を大切に作り続けたいという2人。今後の ELT も楽しみですね。